皆さんこんにちは。僕はですね、今ミャンマーのミャンマー国鉄ヤンゴン中央駅に来ております。ミャンマーなんですけども、野良犬めっちゃ多いね。ちょっと怖い。結構こっちの方とかだいぶ近寄ってきたりするんであれなんですけども、今ねミャンマーに来ております。まあ、先ほどですねミャンマー到着してもうホテルチェックインしたばっかりなんですけども、まあ、今日はですねミャンマー国鉄のヤンゴン環状鉄道ですね。こちら結構有名だと思うんですけども、これに乗っていこうと思います。まあ、ミャンマーの観光といえばね、仏塔パゴダが多いと思うんですけども、まあ、観光地にもねなってるヤンゴン環状鉄道、まあ、一周だいたい46キロでヤンゴン市内をぐるっと回る鉄道なんですけども、こちらをね使いまして今回ねヤンゴン中央駅からヤンゴン中央駅に移動します。でこれがねミャンマー国鉄の駅舎、ヤンゴン中央駅になるんですが、1877年からね運行開始してるみたいですね。まあ、結構歴史もあるということでミャンマーっぽい作りになっていて非常にかっこいいですよ。はい、こんな感じです。では早速ですけどもちょっと中入りましょうか。ヤンゴン中央駅ですけれども、ビルマ語全然わかんねえな。英語表記もなくて全く読めない。まあ、とりあえず駅員さんに説明してなんとかチケット買えたり、あ、ポカリスエットは読める。あれだけよ読めんの。どうしよう。まあ、とりあえずチケット買わないといけないと思うんで、ちょっと聞いてみようと思います。路線図なんですけども、この赤いやつが環状線ですね。このサーキュラーラインっていうので合ってんのかな。これに今回乗りたいんです。はい、でこちらヤンゴン環状鉄道ではですね、昔日本で使われていた車両もね今使われているということで、まあ、これ乗るためにねミャンマーまで来たと言っても過言ではありません。今ですねチケットカウンター行ったら、まさかのもう本日環状列車ないって言われました。今ね昼の2時40分なんだけど、12時45分が最終らしいんですよ。いやもう情報なさすぎてね、てか1日3本ってのもびっくりなんで。おー来た来た、 JR 東海の車両。これ乗りたかったんだけど乗れないのかな。なんか適当になっちゃ乗れる。別に一周しなくてもいいんでね、ちょっとでもいいから乗れたらいいんだけど。うわマジで JR やん、回送ってなってます。うわこれ乗りたかったな。これ元 JR 東海で走っていた車両ですよね。まあ別にね、あの一周は全然しなくていいんだけど、なんか適当に日本の車両とか乗れたらいいんだけどね。まあこれは今回送列車みたいなんですけども、もともと JR 東海で活躍していた車両です。機動車になります。今はねこちらで活躍中。まあ、このミャンマーの鉄道に関しても日本の援助ってのがだいぶ入っていて、ヤンゴン環状鉄道もね、まあ、線路が線形が結構悪いんでスピード全然出せないんですけども、まあ、日本の協力のもとねかなり改善の方に動いてるみたいですよ。でこっちにもね止まってるんだけど、これねあの普通に車内みんな入って椅子座って休憩とかしてはるんですよね。全然入って良さそうなんで、ちょっと適当に乗ってみましょうか。これなキハ47とかでいいの、 40? キハ40になるのかな、全然わかんないんだけど。普通に日本語の表記残ってるよ。ボタンを押せばドアが開きます。これどこで走ってたの。これも JR 東海、カラーリング的な東海と一緒だよね。優先席とか普通に出てます。車内入りましたけども、これも新潟かな、 JR 新潟なんちゃらとか書いてますね。今多分もうエアコンの設備とかも機能してないと思うんだけども、なんかすごいもう廃車になった車両に乗ってるみたい。でもね車内は若干だけどまだ日本のあの国鉄車両の香りっていうのがね残ってる。自由に入っていいっていうのもおるよね。椅子とかもモケット剥がれてボロボロになってる。なんか虫出てきそうやな。いろいろ住み着いてそう。この辺も全然日本語だね。乗務員室に次関係者以外立ち入り禁止とか。面白い。ここ多分もう今あれでしょうね、使われてないから入っていいんじゃないの。入っていいというか普通にここに座って行ってもいいかもしれないね。さっき到着した車両別に乗っていいみたいなんで乗りました。すげえ運賃表このまま残ってるよ。これワンマン列車として使われてたんでしょうね。関西本線とかかな、亀山とかそういった駅名がずらっと出てます。キハ11っていう車両か。なるほど。最後平成28年までは日本にいたんだね。で、ってことは割と最近まで日本で活躍していた車両ということになると思うんだけど、すごい運転台普通に撮影 OK。 これ運転してるっていうのがすごいよね。めっちゃおもろいわ。今まで海外でね日本の鉄道とか乗ってきましたけども、ここまで日本のまま残されてるのっていうのもなかなかないと思う。ATS とかいろいろ書いてます。こういったところもね
ワンマン列車の乗降案内とか半自動ドアとかもそのまま残ってるね。もう今もちろん起動はしてないと思うけどね。で、優先座席とかっていうのがあって、ボックスシートですね。なんかまだ若干日本の電車の匂いっていうのはするよ。おもろ。まあ、タイ国鉄とかでもね、日本の車両走ってたりするんですけども、もうね、正直日本の原型っていうのはほとんど留めてないんですよ。もう日本語とかっていうのも、あの乗務員室のドアのところとかぐらいなんで見るのね。ちょっと雨降った後なんで、ちょっとだいぶ床汚れてますけど、これは面白いわ。ここいいね。この列車動くんじゃない多分。お客さん乗って車内でお弁当とか食べて歩いてもいるから、1両かける3両編成ですよ。はい、こんな感じです。車内探索終わったんで降りましたけども、すげえ違和感ですねこれ。 JR マークの車両とミャンマーっぽいパゴダの感じのね、建物が並ぶと、ここ面白いね。いや、ミャンマーの、ね、鉄道の動画を上げてる人ってなかなかいないと思うんで、いや本当来てよかったわ。ここまでこんなに日本語表記がねボンボン残ってるっていうのは想像もしてなかったんで意外でした。ちょうど機関車が一本やってきました。あの左のやつ、なんか JR 東日本の新しい線路輸送する列車にちょっと似てないですかね、雰囲気ね。夜行列車とかっていうのもね走ってますからね。おお、なんか SL も止まってますよ、あっこ。面白い、ミャンマー。これトイレなんですけども、すごい匂いがする、うん。で、あっちに止まってんのがね、あれ多分寝台車とかなんじゃないかな、アッパークラスとか、なんかそんな感じで書かれてたんで。ちょうど横が車庫になってるんですね。日本の車両はとりあえずはあの JR 東日本のキハ40でいいのかな、ちょ間違ってたら指摘してくださいね。僕にはキハ40と47の区別が分かんないんですけど、あれ40に見えるんですよ。であとはキハ11っていう JR 東海の車両ですねだけしかいないみたいです。まあ、せっかく駅来たんでね、なんか乗ろうかなと思ってとりあえずチケット買いました。これヤンゴンからヤンゴンってなってるんですけども、環状鉄道ではないんです。なんか陰線方面に行きたいって言ったらこのチケット渡されました。300なんで21円です。02つ消して7かけるとね、だいたい日本円になります。21円なんでね、安いし、で、まあ、市内回ってる列車なんで、この辺の列車っていうのは、まあね、着いた先からグラブかなんかで適当に帰ればいいだけの話なんで、なんでもいいですわ。はい、ということでこれ 1,2,3,4,5 両つなげてんのもなかなかかっこいいね。これも走ってんのかな今。なんか車内見るとね、もうゴミだらけであんま走ってる感じは正直しなかったんだけども、どうなんでしょうか。小出って思うのかな、あれどこなんだろう、ちょっと調べてみよう。 JR 東日本の車両でした。急に列車入ってきたんですけども、これも JR 東じゃないね、これ JR 東海なんだ。もうカラーめっちゃ似てんのにわからんわ。おー、3両編成ですね。なんか適当に列車乗ろうと思ってるんですけどもね、一応あこれ紀伊長島駅になってる。確かに JR 東海だわ。15時35分発の列車がやってきました。本数はね非常に少ないんですけども、結構時刻通り動いてますよね。おちょうど右側の客車が動き出しましたけども、あれは日本の車両とは関係ありません。ではこの、ね、やってきた列車に乗ろうと思います。これも機動車キハ40、キハ47になるのかな。行き先表示決めると伊勢市になってるんで JR 東海の車両です。今から普通列車伊勢市行きに乗ります。この距離感すごい。おお。ドアなんてないですからね、全開で走ってます。環状鉄道ではないですけども、もういいですわ、十分これで。あ、後ろは伊勢奥義2になってますね。これ乗ります。
というわけで帝国通りですかね、発車しました。入っていいのこれ、人が普通に入ってるんですけどね、まあ、前の人は警察なんですけどね、まあ、よくわからんけどこれで行こう。ドア全開で走ります。すごいすごい、どうなってるわ、元気元気。さすがにね、ここは警察の椅子になってるみたいですね。ちょっと切符買いましたからね。検察いつ来るのかな、よくわからんけど。おお、乗り心地は果たして、キハ48って書いてますね。あ、でもベトナム統一鉄道とかよりは全然乗り心地いいよ、こっちのが。てかめっちゃ風吹いてきて気持ちいいしね。面白いね、ミャンマーの鉄道。もうこれ乗りに来るためだけにね、ミャンマー来る価値ありますよ、鉄道好きな人。車内の運賃表ですけども、まあ、これも関西本線とかですよね、鳥羽とか書いてるんで。名古屋っていうのは ないか、さすがに。そっか、名古屋までこんな列車行かないですもんね。松阪とかなら乗ってます。キハ48ということで、もともと JR 東海で活躍していた車両です。また一人警察来ました。銃持ってるんでちょっと怖いよ。まあ何もしてないからね、特に問題ないんですけども。全開で走ります。冷房装置なんていうのはもちろんないんですけども、扇風機は一応稼働してるんですね。普通に回ってます、扇風機は。で、まあ、座席もこんな感じで結構埋まってまして、割と市民の足になってますね。駅間がね、非常に短いんですよ、ヤンゴー環状鉄道ってね。一周45、6キロとかなんですけども、3時間ぐらいかかりますから。今実際乗ってるところもね、ヤンゴー環状鉄道の一部、区間になります。周回する列車にわざわざ乗らなくてもね、こういった区間列車だけでもね、十分楽しめると思います。おお、停車時の騒動はなかなかです。ヤンゴン中央駅の隣からめっちゃ乗ってきた。キハ47がこんなに混むことっていうのはなかなかないんじゃないですか。荷物持って乗る人も結構多いんで、大荷物ですね。売り子さんみたいな、売り子というかね、あの露店やってる方とかも結構乗ってますわ。おお、電気ついた。あ、電気つくんや。もうスレスレのところにいるんで、落ちたら終わりです。今の駅はパゴダロードっていうことで、パゴダロードか、仏塔ロード、すごい駅名ですね。やっぱ海外の列車おもろいね、これよ。うん、僕が海外で一番興奮するの東南アジアでね。みんな普通に車内からゴミ捨てるんで、こうやって前から見れるとね、窓からゴミがどんどん下に落ちていくのを見ることができます。カーブではこんな感じで顔出してる人も多いですね。パイロットランプはドアがずっと開いてるんで点灯したままです。そういったところの機能は生きてるんですね。それにちょっとびっくりしました。まあ、ここまでね、もうほぼ原型そのままで走ってるっていうのもなかなかないですよ、日本の車両が。インドネシアとか行ってもね、もう JR マークとかっていうのは基本的に消されてたりするんで、ほとんどね見れないんですけども、ミャンマーはもうほんまそのままです。そのまま走ってます。対向列車とかね、来てくれたら面白いんですけども、しばらくなさそうですね。車内販売とかもね、こういう普通列車なんですけどもやってますね。なんかすげえいろんな匂いが混ざってて、そんなに快適な匂いではないです。不快な感じの匂いですね。もうなんかすごい匂いです。うん、とりあえず。で、また今どっかの駅に着いてるんですが、乗り心地はめっちゃいい。やっぱ日本が絡んでるだけあって、線路とかっていうのもだいぶ改修されてるんだと思います。線路のね、その雰囲気とかね、見てもらったら多分わかると思うんだけど、日本のね、鉄道って言われてもね、下だけ見るとわかんないですよ。ちょっと沿線を見るとね、ゴミだらけなんであれなんだけども、ちょっと見てくださいね、これ線路出ると多分見えると思うんで。ヤンゴン環状鉄道も、まあ、コロナ前とかと比べてもだいぶ所要時間というのは短くなったみたいです。昔はもっとノロノロ運転だったんだけども、徐々にスピードアップにはね、なってきてるみたいですよ。
これ下見てもらったら雰囲気日本と同じじゃないですか。枕木もしっかりと綺麗に並べられててね、本当に架線がないだけで伏線なんでめちゃくちゃ豪華よ。列車本数は本当少ないので全然単線でもさばける量だと思うんですけども、しっかりと伏線で装備されてます。で見てたらですね、この線路と線路の間のスペースあるじゃないですか、ここにね洗濯物の干してるとか結構多いんですよ。なので急になんか服がねバーっと下に並べられてたりして、であんな感じで物を捨てるような人もいるんで、こんな感じでねどんどん捨ててるじゃないですか。その物がね洗濯物にかかったりしたらどうするのかなとかっていう風にちょっとふと思いながら過ごしてます。信号とかももう日本と全く同じような感じ。さすがに ATS とかそんなんはねついてないと思いますけども、面白いね。ちょうど対向列車がやってきます。もうすげえ、もう警笛の鳴らし合いですわ。快速って書いてましたね、あの表記は。おお、すごいでしょ、こんな感覚でやってんのよ、もうむちゃくちゃよ。スコールとまではいかないですけども、雨降ってきましたね、まあ、こうやって列車の車窓からね、ヤンゴン市内を眺めることで、まあ、ある意味観光になりますよね、十分。まあ、ヤンゴンってかミャンマー観光の一つにヤンゴン環状鉄道っていうのが入ってるぐらいですからね、おすすめに。でぜひねミャンマー来た際は乗るべきだと思いますよ。日本人が活躍してるわけですからね、いやすごいです、本当にかっこいい。あー見えなくなる。イオン、あのイオンですよ。イオンってミャンマーに進出してたんですね、知らなかった。まあこういった発見もありますよね。なんかマツダみたいなマークだけど若干違うわ。あバスも走ってるんですけども、バスより鉄道の渋滞に巻き込まれないからいいですよ。まあこういったところで走ってるバスとかもね、日本から来たバスっていうのもかなり多く走ってると思うんですけども、お踏切、え踏切あんねやん、すげえ。もう絶対日本と同じタイプの踏切ですよね、今の。かなり土砂降りになってきました。これぞ東南アジア名物スコールです。結構スコール個人的には好きで、これがね降った後結構涼しくなるんですよ。一瞬だけバーって降ってパッと止みます。またスコールは降り続いてます。思ってた以上にスコール長引いてます。未だにずっと降り続いてて、いやもうねこの上からね水が滴り落ちてくるんで、さっきの場所に立ってるとねびしょびしょになる。土砂降りだわ。軽く洪水になりそうですね、まあ、水はけもやっぱり良くないんですよ。あの東南アジアもそうですし、インドネシアとかもねそうなんだけど、雷は鳴ってないね。もうなんか諦めて裸で歩いてる人とかもいますもんね。むしろそっちの方がええかもね。
そろそろ陰仙駅に着きそうなんですけども、今回そこに降りようと思ってます。行厳という駅に着きました。陰仙院の一つ前ですね。振り越してた方ね、降りてかれましたね。まだ雨は強く降ってます。次で降ります。まもなくね、陰仙駅に到着するんですけども、なんか今日本の特急車両っぽい車両が見えたんだけど、ちょっと何か分かんないわ。ごめんなさい、ぼーっとしてた。うわ、こっちまたすげえな、車両基地だわ。ヤンゴン中央よりもいっぱい車両止まってそう。奥にいますよ、同じキハ47、48シリーズが。ここで降ります。もう十分楽しめた。1時間ぐらい乗ってましたね、何気に。陰仙駅に着きました。列車ここで見送ります。この列車ね、ぐるっと回る列車ではなくて、ちょっとこの先の駅から外れたところに行くんですよね。4両編成での運転でした。うわ、隣に止まってる車両またこれ朽ちてますね。いや、楽しかった。あっという間でしたよ。もう最悪です。コール止まない、ずっと雨。皆さんね、もうびしょびしょになりながらも帰られる人がほとんどなんですけども、ちょっとさすがに濡れたくないんで、あんまりね、屋根の下にいます。雷とかも鳴り出してちょっと怖いわ。まあ逆にこれはこれでね、いいでしょう。のんびりできるしね。はい、というわけでですね、陰仙駅に到着しました。スコールもやみまして、案の定、はい、洪水です。スプラッシュマウンテン状態になってますね。ここはまだマシで向こうの方普通に浸水してるわ。まあこれが東南アジアあるあるって感じはしますね。はい、ということで今回ですね、ヤンゴン環状鉄道を乗りました。まあ陰仙院までっていう短い区間でしたけども、まあ、あれでも1時間乗ってるんで、多分全体の3分の1、5分の2ぐらいは多分乗ってると思います。まあ個人的にはこれで十分満足なんで、まああとはね、グラブ読んでここからホテルまで帰ろうと思います。まあ、前回の動画でですね、ヤンゴンてかあのミャンマー観光動画上げたと思うんですけども、まあミャンマーはね、この後はこの環状鉄道だけはちょっと動画分けたかったんですよね、どうしても。なので分けましたけども、皆さんあのヤンゴン本当面白いんで、鉄道マニアの人にこそ来てほしいですね。原型でそのままキハ48、47とかね、キハ11っていうのが走ってるんで、非常に面白いと思う。特に JR 東海好きな人、関西線にね住んでた人はぜひ来てみてください。はい、ということでね、この辺は、今回の動画で、ね、ここで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。